建築のビジュアライゼーションって結局やりたいことは一緒なわけで、一緒なんだったら画一的なプレゼンテーションシステム作った方がいいだろうということで、一旦作ってみています。よくある機能というのは、東西南北からの立面ビュー、オービットによる建物を中心とした全景の表示、特定の視点から眺めるようなビューイング、ウォークスルーまたはフライスルー、UI の中央に動画または画像の表示、 3D 空間上に動画または画像の表示、緯度経度日時に対応した日陰のシミュレーション、多分そんなところではないでしょうか。ということで作ってみています、という途中のデモです。建物などのコンテンツはメッシュ階層以下に置くと分かりやすいと思います。システム階層にはブループリントと連動するオブジェクト類を置いています。プラグインは3ポジションカルキュレーターを使用しています。日陰のシミュレーションのためにです。ムービーには動画コンテンツを置いておきます。サンプルで同封しています。テクスチャーズにはテクスチャ類、画像のプレゼン資料などを置いています。ビルの外装のテクスチャはテクスチャーズ .com のものを使用しています。カメラですが、初期設定として東西南北の4カメラを用意しています。追加で必要でしたらカメラとブループリントの設定をちょっと追加してもらえば OK です。ウォークスルー、ターン、オービット、立面、動画表示、画像表示、日陰のシミュレーション、夜の切り替えはもう少し工夫が必要ですね。
ブループリントはこんな感じですが、ブループリント、クラス化とリファクタリングを進めて、再利用と実装が可能な限り簡単にできるよう改良しています。なぜかボタンがトグル動作してくれないんですけど、何が悪かったんだろう。仕方なく自前で色を変更しています。このあたり、激烈に汚いので整理中。ここもリフ、ファクタリング中、全部レベルブループリントに書いちゃったので MVC になるように作り直しています。プラトーの マップを持ってきてみました。例えばですが、オフィスビルをこの位置に建てるプロジェクトがあったとして、5階からの東の眺めはこんな感じですよ。20階からの西の眺めはこんな感じですよ。日当たりなどはこんな感じですよ、なんてのがコンテンツさえ用意すればすぐできるというわけです。セットアップとして、ではカメラ位置やオービットの中視点位置を手直ししたりするだけとなります。プレイしてみます。公開はツイッター。
今日はここまで。建築のビジュアライゼーション。